日高香織人、日高香織人、日高行くと、1972年8月5日体は、島根県増田市出身の日本のプロレスラー、プロレスリング01所属。プロレスラーとしては小柄で、ジュニアの体育ではあるが、卓越した試合センスを持つ。格闘系のバトラーツ、出身ながらも純粋なプロレスを貫き通し、その評判も高いことから、 名勝負製造機として称される。入場時に着用しているオリジナルマスクはフレームと称され、日高のトレードマークでもあり、マスクが作られる前から着用のタイツの右もも部分に大きくあしらわれていて、グッズ化もなされている。選手活動と並行して、アニマル、浜口レスリング道場の後輩である高橋奈々と夏木太陽をはじめとする女子プロレスラーのコーチ役も、 買っており、二人が所属するスターダムからデビューした、同郷の鹿島さきも指導している。2012年には初めて一からプロレスを指導した、夕日が01からデビューした。現在は、藤田ジュニア・ハヤトと新愛望タッグを結成しており、数は少ないが、藤田・ミノルもタッグを結成している。一度は、大阪で就職するも、プロレスラーへの夢を諦めきれず上京し、アルバイトをしながら、 東京の大先輩でもあるアニマル浜口、浜田市出身の道場で体を鍛え、1996年4月1日に格闘探偵団バトラーツに入門、1997年1月21日に船木勝一、元 WWE 所属の船木を相手にデビューする。その後、ECW での海外修行を経て2001年12月3日にバトラーツを退団、道のくプロレス。 ディック・統合や石井智博らと FEC、ファー・イースト・コネクションを結成、第日本プロレス、ゼロアンと様々なリングを転戦し、2005年6月にゼロ一マックス所属となり、現在に至る。その道中では、共に、親友と呼び合うパンクラスの伊藤数分とディープでバーリウード対決を行っている、伊藤とは大阪時代に所属していた。 クリス精神トレーニングジム時代からの親友。1998年3月29日、道の区プロレスにて、藤田実と初めて組んで以来、合間合間で長いブランクはあれども、現在までにタッグを組み続け、その相性の良さから、お互いに相方と呼び合い2005年のプロレス大賞にて、ベストタッグ賞を受賞するに至った。また、日高のデビュー戦の相手である船木を、 師匠と言ってしたってを、船木の決め技でもある、ショーンキャプチャーも、船木から使用許可を得て使っているものである。船木のオリジナルブランド、フラメックスでは有名な、アイラブ NYT シャツのパロで、アイラブ SC、ショーンキャプチャー T シャツを、自らのプロデュースにて販売した。豊富なカラーバージョンが存在するが、少量限定生産である。 2006年4月の 01MAX の SARENA 大会において、男女混成出身地別都市対抗戦が行われ、日高もマスダ出身同士という吉見から豊田、真奈美とのタッグを結成した。01MAX の夏の恒例である、日祭り2007において、当初は日高はノミネートされていなかった、日高はジュニアヘビー級であるため、 日祭りの直後に行われるジュニア版日祭りともいえる、天下一ジュニアへの参加に精進を合わせている。しかし、日祭りの参加選手であった、村上一世が、開幕戦の大谷慎次郎とのリーグ戦で、大谷の過度なイス攻撃により頭部損傷で絶対、安静ということで、村上の枠が空白になったのに伴い、参加前選手10人の中の当初4枠を、 ファン投票で選出していた中の5番手であった日高が上の大役で A ブロックより出場となった村上の開幕戦の大谷戦は両者リングアウトのため1点獲得し日高にその得点が引き継がれた以後日高は体重差が2倍の巨漢である吉江豊に警戒並みのこなしから20カウント手前でリングインしリングアウト勝ちで2点同門の裁量2には敗れたが プロレスリングノアから参戦の斎藤明都市にはこれも、狡猾な両者リングアウトにより一手をもぎ取り、4点でリーグ戦終了する大健闘を見せた。なお、A リーグは日高を含めなんと5人が各4点で、横一戦という結果で、リーグ戦を終え、8月2日の後楽園ホールでの決勝戦の当日に5はへマッチで、決勝戦進出者を決定するということになり、 西量二が勝ち B リーグトップの田中正人と決勝戦を行い、2006年と同じ決勝戦カードを田中が日祭りに連覇を果たした。9月からの天下一ジュニアではトーナメント準決勝戦でドラゴンゲートの持月茂明に敗北。10月26日、後楽園ホール大会でビッグ統合を破り、インターナショナルジュニアヘビー級王者に返り咲くも、 2008年1月23日、高楽園、ホール大会にて、天下一ジュニアのリベンジをかけた防衛戦で、もちづきに再び敗れ、王座を失う。新日本との対抗戦でも、金本浩二、田口隆介とのシングルマッチで敗北を喫するなど、深刻なスランプに陥るが、5月27日の、高楽園、ホール大会で、タックマッチながら、もちきから、 初のピンフォを奪う。2009年11月には、プリンスデビットを破りついに、天下一ジュニアを初制覇。また同試合にかけられていた、インターナショナルジュニアヘビー級王座をダッシュし、3度目となる、同ベルトを巻く。2010年9月には、天下一ジュニアにおいて、史上初の連覇を達成。その直後の10月には、 歌手のアビコ・メグミと結婚したことをブログにて発表した。2015年現在は、中野ブロードウェイ2階で、覆面や工房の店長にもなっている。また2015年後半より、ヤンキーに一応拳銃の宮本博志向き、木高勲と組む鳥尾日高屋を中心に活動中。小柄ながら飛び技と関節技をミックスした、独自のスタイルを構築している技が多い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。